イギリス人さん、とにかく明るい安村のゴッドタレント決勝進出で、全裸に見えるポーズについて真剣に議論してしまう。ということを見ていけたと思います。安心してください。履いてますよ。で、おなじみの、とにかく明るい安村さんが、イギリスの人気公開オーディション番組、ブリテンズ・ゴッド・タレントに出演し、そこで、日本ではもう飽きられてしまった、全裸に見えるポーズを披露し、大爆笑をかっさらって、セミファイナルに進出したんですが、まあ、そこでね、惜しくも決勝進出は逃したんですが、しかしワイルドカード枠で決勝進出をし、優勝はね、できなかったんですが、会場をね、大いに盛り上げた、と話題になっているんですが、まあ、どういうネタをやったかというと、もう最初からね、ずっと、もう日本では飽きられてやらなくなった、全裸に見えるポーズですね。そのイギリスバージョン。ということで、まあ、例えばこちらのね、準決勝であった、ビートルズのアビーロードのジャケットの全裸に見えるポーズですね。もうこれはね、イギリス要素も取り入れて、非常に素晴らしい全裸ポーズですね。まあ、昔ね、聞いたことがあるんですが、AKB のまゆゆが写真集の表紙で体育座りをしてて、それがなんか全裸に見えたそうで、そこからね、発想を得て、安村さん、この芸を始めたと言っていた記憶があるんですが、イギリスのね、レーシングドライバーのルイス・ハミルトンの全裸に見えるポーズでは、もうそのね、原点のまゆゆの全裸に見えるポーズの体育座りも披露していましたね。まあ、そういった感じでね、話題になって、YouTube のね、ブリテンズ・ゴッド・タレントの安村さんの全裸ポーズのネタの動画が1000万再生を超えていたり、セミファイナルも100万回以上、ワイルドカードで復活した決勝も200万再生以上と、まあ、他のね、出演者に比べて高い再生数をね、見せていたり、ブリテンズ・ゴッド・タレント公式ツイッターで、こちらですね、とにかくはず、アブソリュートリー、ファンタスティック。ということで、とにかくは本当にファンタスティックでした。というね、パンツとファンタスティックをかけた、ファンタスティック。という言葉もね、生み出されているほど、大受けしたみたいなんですが、どうやら安村さんがワイルドカードで決勝進出をしたことに批判的な意見もあるみたいで、このブリテンズ・ゴッド・タレント公式ツイッターでこちらですね、とにかくがワイルドカードとして戻ってきましたというツイートに対し、リプランでこちらですね、彼よりも決勝に出場するに値する才能のある選手がいるといった感じの、安村さんよりも才能のあるワイルドカードに選ばれるべき人が他にいたという意見が結構あって、他にもこちらですね、全くゴミだ、ステージに立ってパンツを履いていると叫ぶことの何がそんなに才能があるのでしょうかということで、そう言われたらそうなんですが、まあ、発想した時点でね、勝ちというか、これを思いついてやろうと思ったことがね、面白いですからね。他にもこちら、これはもはやタレントショーではありません。馬鹿げている。ということで、逆になんか褒め言葉なんじゃないか。イギリス人だし。みたいなコメントもついてますね。さらにこちらですね、1回目は面白かったけど、2回目と3回目は退屈だった。ということで、この人はなかなか冷静ですね。まあ、確かにね、全裸ポーズ。初見が天井ですからね。まあ、安村さんの全裸に見えるポーズ、日本では2015年の R1 グランプリに安村さんがこのネタでね、決勝進出して、でそのあたりで話題になったと思うんですが、まあ、僕もね、初めて見た時は天才だと思ったんですが、まあ、でもやっぱりね、飽きるのも早いというか、やっぱブリテンズ・ゴッド・タレントでも最初にね、初めてネタをやった時、安村さんがね、サッカー選手の全裸に見えるポーズやったんですが、ヘイで全裸ポーズをやった後、一泊置いて会場がね、大爆笑するんですね。もうその全裸ポーズどういうことだろうって思ってて、こういうことかと理解しての大爆笑ということで、確かに初回はね、大爆笑だったんですが、会場もセミファイナルとか決勝は、まあ、ステージとしてはね、すごい盛り上がっていたんですが、まあ、結局ね、ポーズは一緒ですからね、まあ、セミファイナルでね、やっていたイギリスの近衛兵の全裸ポーズがあるんですが、こちらもう銃を持って手でパンツ隠してるだけというね、もうさすがにそうはならんやろというポーズも撮っていて、まあ、やっぱりね、足をクロスさせて隠すか前かがみになったり手で隠すかしかないんで、飽きられるのは早いのかもしれませんね、イギリスでも。他にもこちらですね、日本人の男は裸のポーズばかりで他に素材がありませんということで、この人もちょっと全裸ポーズにね、飽きちゃったのかもしれませんね。さらにこちら、イギリス国民にとってなんと恥ずかしいことだろう、ブリテンズ・ゴッド・タレントは裸の男を決勝に送り込んだという、ね、意見もあって、もうそれに対し、彼は裸ではなかった、パンツを履いていたと返信する人もいますね。まあ履いてるんでね、安心して見ることはできますね。といった感じで、まあ、安村さんは面白かったけど、もっと才能ある人がワイルドカードに選ばれるべきだった。という意見が結構あって、もうリプランではね、安村さんの全裸ポーズについてね、真剣に議論されていましたね。まあ、ゴッドタレントがね、オーディション番組ということで、まあ、視聴者も真剣にね、安村さんの全裸ポーズを見て、真剣に評価をね、してくれたんですね。もう逆に面白いですね、それが。もっと気軽にね、見てほしかったんですが、まあ、人気番組ということで、そうもいかなかった。ということですね。ということで、イギリス人もね、全裸ポーズは笑うということで、言葉の壁をね、越えていきましょう。以上です。